こんにちは、KZP プラスです。福間伝の続きの動画になります。今回の福間伝はロマサガに中心の構成なんですね。ボスは七英雄の形態変化を順番に配置してる感じですし、ドットキャラもレオンとかジェラールとかのロマサガにのキャラが配置されてますもんね。福間伝はこういうシリーズ、ピックアップみたいな感じでいくことになったのかな。今回は171回からスタートです。これまで通りに解説はボス回のみとなります。デバフ型のパーティー編成にて、行けるところまで電力オートで、行きます。
175回ハボス回です。舞台番小大臣の L です。弱点はだ、耐性はダウン、熱、イン。レジスト表示は、出ませんが来にもプラス補正が、入っています。状態異常耐性は、麻痺の値が400、低い、これは麻痺を付与しやすい、ということなので、しっかり麻痺を、付与していきましょう。選出メンバーはこれまでの、状態異常付与戦術のパーティー、の構成と全く同じ、これまでの福間伝の動画を見て、くださっている方には同じ解説の、繰り返しになってしまうので、簡易的、な解説になりますが選出メンバー、の構成の意図を述べていこうと、思います。まずは、敵の精神が高くそのまま、では麻痺が入りづらい場合が多い、敵は2ターン目には弱点解除、することが多いので1ターン目、あるいは2ターン目の敵の行動前に、麻痺が付与できるようにしたい。敵の精神が高いと精神デバフ技、そのものがそもそも入りにくいので、ラウンド開始時に精神を下げる、というナイスなアビリティを使って、まずは精神デバフ技が入るように、ノエルの精神を下げて戦闘を、スタートする。このラウンド開始時に精神を下げる、係として、海の主の娘とマクシムスを、配置しています。そして麻痺を入れる前にさらに、ノエルの精神を下げたいので、精神デバフ技係を配置しています。海の主の娘のトリックカーニバル、マクシムスのジェイドブリッツ、ルージュのダークネスボルト、ラスタバンの猛虎装詰め、シュリンク、レイ姫のようトラエンリ、トラネコ、です。本来なら1ターン目に全員で精神、デバフ技を打って十分な精神、デバフを与えてから、麻痺付与、するのですが、今回はそれだと少し、厳しいかもしれません。2ターン目のノエルの行動前に、麻痺係のルージュによる影縛りを、打って麻痺状態にする予定で、いましたが、ノエルの行動が早い、麻痺技を打つ前に弱点解除、発動してしまいます。ラウンド開始時、に一度だけ精神を下げるという、アビリティを使用している都合上、一度弱点を解除されてしまうと、そのアビリティが再度戦闘中に、発動することはないため、その分の、精神デバフの量がなくなってしまい、戦闘の展開がより難しくなって、しまいます。そこで、私は今回、1ターン目に麻痺を入れてみること、にしました。1ターン目に麻痺を付与するので、できるだけ精神デバフ技係の行動、の後、いわばターンの最後に麻痺係、のルージュが行動するようにしたい。ので、装備などで素早さ調整をして、行動順をうまく変化させて、上げるのが良いですね。ノエルの麻痺に対する状態異常、耐性値が400と低いので、意外と、あっさり麻痺にかかってくれる感じ、です。麻痺にさえしてしまえば後は、麻痺を、切らさないように重ねかけして、戦闘を進めていけば安心安全の、楽ちん展開です。
麻痺で固めてしまえば、どんなに攻撃力が強かろうが、カウンターがあろうがなんだろうが、問題なしですね。この勢いのままどんどこ進んで、行きましょう。何回まであるんだ、福間伝。
80回ハボス回です。舞台番古代人はズナスです。弱点は0?うん。ウィーク表示はない。ですが凸にもマイナス補正が入っています。耐性は熱、雷、陽。レジスト表示はないですがダニもプラス補正が入っています。状態異常耐性はすべて999。さすが七英雄リーダーのワグナス。状態異常で固めて動けなくして、楽々倒そう作戦が使えません。となるとどう攻めていくか。とりあえずワグナスの攻撃が痛い。痛すぎる。しかも1ターンの中で、全体攻撃を2回とかしてくるし、より、すぐ瀕死の状態になるよ。ということで、とりあえず火ダメ軽減を考えることにしました。火ダメ軽減といえば螺旋回廊150回攻略の際に何度も何度も試行錯誤して固めた耐久戦術を使っていこうと思います。まず陣形は火ダメ軽減とヒットポイント極小回復のある最高の陣形玄武陣を採用。物理攻撃だろうが術攻撃だろうが軽減してくれるので非常に使い勝手がいいですね。陣形の火ダメ軽減だけではまだ心配です。もっと火ダメ軽減を重ね、たい、中島ゼロ式と助走ジャミルの、スクラムガード重ねだけで、がっつり、火ダメを軽減。これで、かなり火ダメ、を軽減できました。ワグナスはカウチオンの後に混乱、冬ありの誇張浮き炎を使用して、きます。いくら火ダメ軽減をしても、この状態以上に対する対策には、ならないので、ここには西欧の、西欧の歌を当てることで無効化、します。ただ、この聖語の歌は使用、LP の関係で2回までしか使えません。戦闘が長期化すれば、2回では、足りない場合も出るでしょう。そのために、聖王はカウチオン G 以外の時は性質の歌にて精神バフを入れ続けるのが良いでしょう。カウチオン3回目まで到達する頃、にはかなり精神が漏れていると思います。それでも怪しい場合は、装備や成績等を変更することも、視野に入れるべきですね。火ダメ軽減を目的として玄武陣を使用していますが、火ダメより、状態異常の混乱の方が厄介な、場合は陣形を精神が 50% アップ、できる方天前の陣の使用を考えて、も良いかもしれません。性質の歌の利点は、器用さバフも、同時に行えるのでアタッカーとして、採用したリアムの攻撃力がさらに、爆上がり、ただでさえ強いリアム、なのですが10キャラなので器用さ、バフが入ることで、命中率も攻撃、威力もしっかり上がります。なおワグナスは、例に弱点が、あるのでアイスリボルブを使用する、のがより良いですね。回復係としてスーパーギャルを、採用しました。癒しの杖での、回復係なのですが、面倒力、で LP 消費なしの全体回復が、できるのでこれをしっかり使って、一体、こんな感じで進めていきます。いけるのか、いけないのか。
嫌ですよー。勝てました。ワグナスも厄介だったけど、スクラムガードの火ダメ軽減のおかげか比較的安定した展開で、戦闘を進めることができましたね。ワグナスを倒したことで古代人、バージョンの七英雄は倒し切った、と思うけど次は誰が待っている、のだろうか。楽しみです。